今日も髪が昨日夜ブリーチしたんでこんなになってます。ヤンキーみたいな。今ピークミーティング帰り道で今日も忙しい忙しい。続け今日も。大工さんって大変ですね。いやー今まで感謝が足りなかった大工さんには。おい、この感じでやってます。今日はゴーグルをと水泳帽。今日はだいぶやりました。だいぶやりました。何をやってるかというと、汚れてる壁を削ってるんですよね。ああやってこういう汚い壁があったんですよ。こういうのを削ってます。削りました。上がまだ汚い。ここら辺もすごい汚かったんですよね。全部削ってます。うわ、これだ。なんだろう。なんか5ミリない方だな。ってことは11センチですか。5ミリない方、5ミリない方。これ11センチだから、だいぶやりましたよ、2日間でね。上がダメだな。あそこか。あそこ全部剥がして、ここも剥がして、ここがだいぶやばいな。1回目の脱色、2回目です。2回目しました。あと1回必要ってことです。これ、いや今日もすごく忙しかったです。こちら本日の一本ですね。技、サバエの、技じゃない、すいません、禅でした。サバエのメガネです。ちょっといろいろ変わってるんですよね、作りが。はい、まあ普通なんですけどちょっとだけ変わってます、この人。はい、今日の一歩です。明日も工事、イノベです。自分でやるのってほんと大変ですね。初めての経験です。いい経験。